ゴルフ練習場での子供連れの適切さとレンタルゴルについての深い洞察。こんじょ。こんにちは、ゴルフワイク課の皆さん。今回の動画では、ゴルフ練習場での子供連れの適切さとレンタルゴルについて詳しくお伝えします。ぜひ最後までご視聴ください。最初に質問がありました。なぜゴルフ練習場にて、小学生の子供を連れて日曜に練習場に行きますか？というものですが、実は子供と一緒にゴルフ練習場に行くことには奥のメリットがあります。子供にとっては、ゴルフの基礎を学ぶ良い機会となり、家族全員で楽しい時間を過ごせます。また、ゴルフは車コスや集中力を養うコツでもあり、子供の成長にとってプラスになること間違いありません。次の質問は、ゴルフ練習場にバッグを背負って天井で行くことは可能ですか？ですね。実は、ゴルフ練習場に行くときはバッグを背負って天井で行くことも十分可能です。しかし、注意点があります。混雑時やラッシュ側を避けていくことが重要です。また、電車内で他の乗客に迷惑をかけないよう、マネを守って移動しましょう。ゴルフバッグのサイズや重さにも注意し、他の乗客との共存を心がけましょう。さて、次にゴルフ練習場での実際の飛距離についての質問がありました。ゴルフ練習場では、実際のクスでの飛距離とは異なることがあります。これは、練習場の条件はクスとは異なるためです。しかし、練習場でも飛距離の目安をつかむことは可能です。練習場での飛距離を基準に、クラブの選択やショットの練習を行ってみましょう。これにより、実際のコスでの飛距離を把握しやすくなるでしょう。次に、ゴルフ練習場に3歳の子供を連れて行くことは多分ですか？という質問ですが、一概に多分とは切れません。ただし、注意が必要な点もあります。3歳の子供はまだ幼いため、ゴルフ練習場での安全性や周囲の声の解除が必要です。子供の年齢に合わせた工夫や保護者の目が必要です。また、周囲の夜さの迷惑にならないよう、ルールや真似を教えてあげることも重要です。最後の質問は、ゴルフ練習場のレンタルボールについてです。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。